いや、ありがとう。いや、もうね、うん、いや、このね、めっちゃ前やったんですけど、もう、2人でやってるからですね。よかったね。よかったね。はい。いろんなコメントもらえて。そうですね。ね。もう800ぐらいね、コメントももらってね。ね。すごかったね。はい。本当に、本当に、ご視聴しがつだったらありがとうございます。ね。いろんなコメントもらえて、お前いきます。大丈夫、お前。気持ち悪い、お前。いいか、お前は。本当に。ということでね、本当にありがとうございました。ね、またいろんな番組やらせてもらうんで、はい。で、最後ちょっとね、予告じゃないですけど、今月の告知をね、はい。はい。2月14日の土曜日、明日ですね。はい。もう明日ね。はい。いや、もう見てるとわかんないかな。2月14日の土曜日、バレンタインデーイベントがあるんで、やべ。はい。本店の方で、こちらもね、ぜひお越しいただきたいのと、はい。で、21日土曜日、その翌週ですね、松木副主任のバースデーイベントがありますんで、はい。はい。そちらもね、ぜひ足を運んでいただいて、はい。人気のなっちゃんがね、そうですね、バースデーということで、はい、これもご注目と。ということで、そして、次回かな、2月11日火曜日へ、この時間1時半からエニーの、ね、放送会長、会長さんがね、はい、やってくるということで、カリスマが、そうですね、ということでね、もうぜひね、僕たちも注目して、ま、そうですね、ほんまに。そして最後ね、はい、なんと、エアのだけの番組、2月24日火曜日、はい、7時から、渚ひかる&この新藤くれんで、はい、ニコ生お送りしたいと思いますんで、まあね、ほんまにぜひね、見逃してほしい。渚ひかるが生放送降臨だからね、はい、やばいよ。もういろんなことコメントしてほしい。俺が聞かせるのると俺全部拾ってあげるから、はい、安心して、俺全部拾ってあげるから。ということで、さっきマジで最高ですね、ほんまに。ということで、最後ね、せーの、ありがとうでいこうか、はい、せーの、ありがとう。